こんにちは、みなみです。こんにちは、るこです。はい、今日はですね、ルイミミでグレイルさんの夏服紹介とコーデ紹介をしていきたいと思います。いや、めっちゃ可愛かった。新作が出た時に服を選んでたんだけど、全部可愛かった、うん。まずはいつも通り紹介してからしていきたいと思います。何コーデありますか？せーの、じゃーん。2人とも3コーデずつ選んだので紹介していきたいと思います。はい、ぜひ皆さん最後まで見てください。はい、それではスタート。みなみさん、首を痛めてちょっとルイカの方が向きにくいんでこっちなら向けるんだけど、こっちが向きにくくて、もうロボットみたいなそれではまずは商品紹介からしていきます。こちらです。うわー、ちょっと呼び捨て失礼します。中町彩シャーリングリボンフレアミニキャミワンピースイエローフリーサイズです。そう、彩ちゃんがモデルもねしていて、すっごい可愛かったの。綺麗なイエロー。そう、うん、で、これに合わせるバッグ、じゃん。フリージア2ウェイリボンミニバッグ、ブラックですね。ブラックです。チェーンがついてるので 2way です。おー、かわいい。はい、で、こちらレザー厚底トングサンダル、この3つを合わせたいと思います。かわいい、かわいい。次、ルイカさんの1コーデ目どうぞ。じゃーん。おー、ピンクですね。ピンク、サーモンピンク。そうですね。お、キャミ付きドロップスとスリーブシャツ、ニットキャミソールアンサンブル、ピンクの M。 ほら、クシュッとしてリボンにできる。かわいい。ミニ丈でかわいい。かわいいですね。うん、ミニ丈で。ボトムスは、じゃーん。おー、いいね。夏っぽいね。パン。ダメージロールアップデニムショートパンツ。M サイズにしました、レイカさん。ライトブルー。ね、ライトブルー感がすごいかわいい。かわいい。合うね、色。今回ね、夏うん、服なんで夏カラーをイメージしたんだよね、結構ね、ルイカさん。うん、じゃじゃーん。おー、え、めっちゃ可愛いじゃん、それ。パー厚底レザーサンダル。厚底レザーサンダル、アイボリーの 24.5 ですね、ルイカさんは。かわいい。結構厚底で、うん、めっちゃ身長漏れます。コロンとしてるね。うん、かわいい。そういうの全体的に合わせるようにシュシュとネックレス買いました。じゃじゃーん。おー、リボンじゃん。リボン、ボールネックレスとレザーシュッシュ。これは、ミニと、ね、まさかの。まさかのパブリです。はい。色地だったね、でも。これめっちゃ可愛いです。かわよ。小さなが可愛いよね。うん、そうそう。おしゃれ。はい。で、シルバーグッズを買ったんだね。はい。おー。はい。じゃあ、2コーデ目。はい。じゃーん。ワンショルダーテレコリブトップス。かわいくない？かわいい。ワンサイズだったので、なるほど。M になっております。こっちは肩があるんだけど、こっちはない感じ。うんうん。で、着るやつ。気持ちウエストがキュッとなってて、下が広くなってる。なので、結構綺麗に見えると思います。で、これのズボンが、これ。パンツ合わせなんですね。そうです。これめっちゃ綺麗そうじゃない？フレアデニムパンツ、XS ブラックです。足長効果に見えそうです。ピンクと黒。かわいいじゃん。かわいいね。なので、入れました。で、黒を入れちゃうと一気に締まったり、かっこよく見える。プラス、ちょっと暗くも見えちゃうので、靴にこちら、夏っぽいサンダルを入れてみました。こちら、ツイストリボンシュードサンダル。アイボリー、22.5 です。こんな感じで、そう、リボンになってて、ここが夏っぽい感じのやつで、すっごいかわいいです。ちょっと上がピンクで、大人っぽい感じなので、ズボンに黒は入るけど、このおかげで華やかになるかなと思います。なるほど。以上です、2コーデ目。はい。お次、ルイカさん。今回はママと選んだの？結構一人。そうなんだ。うん。最後見せてもらったかな、ぐらい。じゃじゃーん。え、かわいい。はい、こちら、サイドレースアップベスト×タンクトップアンサンブル。別々なんだ、セットってこと？そう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 。いいじゃん。じゃあ上だけとか下だけって。確かに。着れるね。これ、良さそうだね。サイドにね、リボンがついてて、おしゃれだよ。ちょっと下の方が長いのもいいね。うん。確かに。同じ長さじゃないの。じゃじゃーん。おー。ハイウエスト、ストレートデニムパンツ。ストレートですね。はい。M サイズのブルーですね、ルイカさん。やっぱこれも夏っぽい色を選んでますね。選んでますね。靴は、はい。
じゃーん。おー、え、かわいい。厚底ハイカットスニーカー。あ、そう、ハイカット。なんか、ルイカあんまりこういうの持ってそう。これかわいいよ、めっちゃ。かわいい。形が超かわいい。うん、韓国っぽい。確かに。流行りの形してる。ふわふわ。おもだから、結構痛くなりにくそう。うん、めっちゃかわいい。バッグは、はい。かわいい。ギワラ帽子みたいな。夏っぽいですね。こちら、2ウェイキャンバス、カゴトートバッグ。これめっちゃ可愛い。なんか大きいけど、いろいろ入りそうだし、なんか逆にこの大きさがいいよね。大きすぎず、小さすぎずって感じで。海とか行く。あー、そうね。いいですね。映えそう。で、次。ラストのコーデなんですけど、靴を選び忘れてしまって、せっかく靴下まで選んだのに。ショック。残念。でもトップスがすごい可愛いです。はい。じゃーん。リボン。これ肩なの。これ新作だったよ。かわいい。じゃあフリージェア。チュールリボンシャーリングキャミソール。おー。ブラックです、みなみさん。これめっちゃかわいいよ。他の色もあったんだけど、ちょっと黒にしてみました。スカートはこれ。今回はブラックコーデにしようと思う。おー。寝ると次、フリーズ切り替えショートパンツ。スカートからそうズボンが出てるみたいな。そういうデザインになってます。で、ベルトもついてるので調節可能です。で、こちらのソックスを選びました。シアーハイソックスでございます。これ透けるのかな？うん、シアーだから透けるんだよ。で、靴履こうと思ったんだけど、なかったので、ちょっと別の靴を合わせてみます。ルイカさん、ラストコーデ。かわいいよ。レースアップレイヤードフートックス。あ、首をかけるんだね。おー。え、かわいいじゃん。これは取れない感じですね。流行ってるね、こういうの。こういう形のやつめっちゃ好きにしました。で、ズボンがじゃーん。お、ちょっと今度はフレアです、ね。あ、フレアなんだ。フレアデニムパンツ。あ、で、M サイズでーす。で、靴はおー、いいね。それではまず1コーデ目から着替えていきまーす。チューン。それではいきます。3、2、1、チューン。チューン。え、めっちゃ良くない？かわいいです。服もいい感じ。なんか二人とも涼しそう。確かに。バッグをするです。あ、靴はこんな感じで可愛いよね。うん、何か紹介した順とはちょっと違う。まあ確かに。ポイントはまず色味、うん、明るくしました。で、黒でいろいろ入れることで締まるから、確かに可愛い小物たちを入れて髪の毛とマッチしてる。おお、確かに。なんかその私は結構同じ色でサンドするのが好きです。上は白だったら靴白とかなので、そういう感じでやってみました。これ結構なんかクシュッともできたから、うんうん、ウエストっぽくしたかったらしてもいいかも。私は結構こういうバーンって感じの可愛いかなと。で、こういう形のって結構ちょっと太って見えちゃう。うん、確かに。あの、たまにあるんだけど、これはそうじゃない。なんか、スワッと見える。うん、見えるね。いい感じ。かわいい。かわいいです。はい、ルイカさん。お気に入りポイントはこれ。うん。上のトップス。なんかぴったりだね。いい感じ。うん。大きすぎず、ちっちゃすぎず。ズボン。うん。いい感じ。いい感じです。サイズ感がいいですね。横もちょっと見える。かわいい。バッテンのリボン。リボンがね。じゃあ、2コーデ目。ラスト。ヘッド。コーデ目でーす。シャーン。じゃ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 やだ、かわいい。いいじゃん。マッチってくる。うん、できるできる。できるね。色味が全部合ってていい。うん。なんか平成っていうカラーな感じがする。メインポイントはじゃあ。ここですね。やっぱね、すごい可愛いよね。うん、可愛い。ちょっとお腹見える。あ、可愛い。あとは、これがこっちも見えるから、うん、伸びる。ストレッチが効いてるみたい。へぇ、靴は一緒？靴一緒。このハイカットのやつには、フレアの方が、あ、こう。似合う。足が綺麗に見えるかも。あ、そうかも。はい、じゃあ、みなみさん。じゃあ、まずトップスがね、すごい可愛い。ピンクなんだけど、大人っぽいピンク。うん、確かに。で、可愛くて、2枚。おる感じ、うん、になってて、ちょっと新しい感じ。フレアパンツが超綺麗だ。めちゃくちゃこれ綺麗。で、ハイウエストだね、結構。うん、でもボタンが1個だから、なんかそんなに上に感じない、うん。すごい綺麗です。ポッケもね、いいね、ポッケも本物だよ。本物でしょ、うん、
後ろの方も嬉しいですね。で、靴がこんな感じで、これもまたサンダル、歩きやすくて夏っぽい。うん、かわいい、いいじゃん。可愛いです。ママも履けると思います。履けるかな。履けるね。素敵なコーデになりました。はい、それではラストのコーデに行きましょう。イエーイ。それではラストコーデでございます。3、2、1、じゃーん。わお、かわいい。かわいい。まずじゃあ2人ともトップスから。はい、こちらはさっき最初に紹介したやつですね。うん、はい、ネックレスかわいい、リボン。で、ここにもリボンがありますね。クシュッとしたらね、ちょっと短くなる。あー、なるほどね、袖がね。そうだね。ダメージジーンズも可愛いですね。可愛いですね。色がどう？うん、思ってた通り。うん、うん、夏カラーですね。サンダルが可愛いです。可愛い。モコモコしてるけど夏っぽいよ。うん。ちょっと大きかったね。大きい。はい、お次。南。南。これ新作のトップスです。めっちゃ可愛い。結構リボンも大きめなので、うん、ひらひらが可愛いですね。目立って可愛いです。うん、で、結構これもミニ丈だと思ってる。ですね。でもそれが可愛いです。はい。スカートめっちゃ可愛くない？なんか本当にズボンが下に出てるよみたいな感じで、うんうん、最近のも流行りの形してます。で、靴は最初のやつなんだけど、靴下。あの靴をね、ちょっとそう選び損ねてしまったので、ちょっと元のやつを使ってますが。可愛いよ、靴下。可愛いですね。なんかすっきり見える。ですね。3コーデ出揃いました。どれが一番好き？1。2だと思った、絶対。私は、うわ、選ぶな。1か3。これ。ママもそれ。かっこいいよね。うん、通販でスカートって、うん、なんか個人的に難しいと思うんだけど、うん、長さもそうだし、ウエストもそうだし、うん、形が一番なんかスカートが難しいかなと思うんだけど、これはすごいドンピシャでした。はい。みんなぜひチェックしてみて。はい。はい、ということで全部可愛かったですね。はい。新作が、びっくりするほど可愛くて、ねえねえもね、欲しいって言ってました。うん、ルイカ結構、あの、動画以外でもグレイルさんで買うでしょ？うん。そう、だから結構今回たくさん服が増えてよかったんじゃないかなと思います。はい、今回ご紹介したグレイルさんは、トレンドの可愛い夏服が安くたくさん見つかるので、ぜひ使ってみてください。ください。大満足ですね。はい。よかったです。それでは終わります。せーの、はい、見てくれてありがとうございます。それではバイバーイ。